後編です。お世話になります。なんか君今日夜、はい、夜中飲みに行くらしいね。いや今日じゃないかもしれない。てかその、はい、すごいよな。何ですか？夜中飲みに行くから一回帰って寝るんや。そうっすね。君仕事なんや言ったら。まああの今日しんどいしんどいでからや山昼から。僕の服装です。ああ。自分の隙間埋めるってどうすんのかよ、ね、はい、ということで後編でございます。明日お昼1時からグレートランド大阪店頭先行後編15着となっております。はい、なかなかいいものを揃ってますのでぜひとも最後までご視聴いただいた上で明日お昼1時からグレートランド大阪南堀でございますね、ご覧いただければと思います。早速行ってみましょう。行ってみましょう。はい、はい、これええやろ。どうですか？おお、これ最高。メルビンです。いやこれは初入荷です。で逆さ十字スマイルエイトボールホニャララピースガンズ、はい、もうダメなことばっか書いてますね、うん、これもだってこれとあんま変わらないですね。ほぼタイですね、はい、まあ、タイですね、うん、はい、後ろがストーナーウッチとシンデレラ。これ何回もタイ行ってるじゃないですか、うん、1回で見たことあります？ない、ないっすよね、はい、そういうことで出ないっすよね。インスタでもほぼ見たことない、はい、最高、最高です、はい。シゲ特選、いいいいいいですよこれ。これね、当時のオールスポーツのボディの特有で袖とリブの色が、フェードによって変わってます、はい、ペンキも飛んでる。これ最高、はい、サイズが XL。 ただ拡大したら分かんのかな。ヒゲは大好きなんでしょ？はい、いいと思う。こっちの方がいい。いいっす。俺もこっちの方がいいと思う、はい、このタンタケも。だからどう出るかってとこなんでちょっとお安くしようと思ってます。探してもあるもんじゃないですからね、こんなの。うん、残ったら、いやもしかしたらヒゲがダウンワードスパイラル着る日が来ます。まあ残ったらもう買います。これかっこいいっすからね。シルクのダウンワードスパイラルも遠の昔に手放したんで。なるほど。はい、ってことですので、はい、いい着。これ分かってくれる人おると思うの。最高。特にご来店いただいてる方は。これ知ってる？知ってるというのはどういうこと？隠れ名作。ナインチネイルズのオフィシャルでもかなり出ないと言われてるやつ。あ、見ないかもしれないですね、確かに。うん、20、DM you、Find you、Test you、Fuck you、Use you、Scare you、Break you、 はい、はい、言わんでもいいですよ。キルミ、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 はい、最後、めんどくさくなった。もうええわ、もうないわ、うん、はい、コピーライトもしっかりここに入ってまして、袖プリも入っております。これもオールスポーツやったね。そうですね、オールスポーツの XL です、ね、はい、いい T シャツです。マスカの地上絵みたいです、ね、はい。お次、ニルバーナのベスティボーなんですが、これ 90s だと大体7万ぐらいですか今。まあしちゃうっすよ。でね、ベスティボーってすごく難しくてね、はい、結構海外のディーラーね、はい、ぶっちゃけですよ、はい、4万ってやつもおれば日本円でね、はい、6万ってやつもおんねん。なんでそんなベスティボーばらつきあんねんと思うんですけど、はい、これは、コピーライトが2003なんですよ、うん、でバックプリントはこんな感じで、プリントの版の大きさはほぼ変わらずで、まあ白単色プリントなんで、あのお値段安いので、ちょっとこれに7万出すんやったら、これともう1枚なんか3、4万のメタリカとか買いたいなって方には非常におすすめの1着でございますので、こちらもぜひ店頭でご覧ください、はい、なんかね、うん、響きが最近メタリカは上がるって鼻息荒くしてるんですよ。そう、だから昨日僕も言われました、うん、はい、アホな顔してる、ね、こみたいな顔してるかわかんないです。メタリカガンズは社長安すぎますって言ってもらう。もっとつけてる店ありますって売れてないですけど。そらな、まあ、それは別に売ること考えたら何もつけてもいいの。値段はつけ方です。10万円ですよ、10万円は、はい、っていう中で、かなり僕の好みの、着丈および身幅の感じで、ね、これ意外とみんな知らない人いるんですよ。フェイスのオーマーじゃないですか、知ってた？まあ本当っすね。でこのね、一緒に回ってたんだ今回。はい、フロントのデザインにはあえて触れません。これね、じゃあやめましょう。じゃあ待てよ待てよ。単体のデザイン見たことあるでしょ皆さん、はいはい、これスウェットになるとこれが両面になってるんですよね、はいはいはい、後ろのねこのマップのね、はい、落ち方、このガンズとこれ最高、今まで見たことで一番いい。この落ち方かなんか気持ち悪いこと言うてるけど、いやいやいや気持ち悪くないじゃん。なんかあんまりこういうの言ってて引かれんちゃうかな。マサラックないっすか、なんかいいんですよこれ、このこっちの方がちょっとね、もともと色がちょっと落ちててさ、このまあまあなかなかね、わかる、もともとこれ真っ赤なんだよ、はい、こんな感じになる。これはやっぱり経年変化です。我々もこんな感じになりたいもんですな。いや綺麗に
大事だよ。綺麗になりたい。綺麗にというか。アンチ分かる。綺麗にはもうなれないです。アンチアンチエイジング。はい。この時久しぶりマリリン・マンソンのなんだっけこれ。これ何やったかな、いつも分からんねんな。でもドープって入ってるからドープショーの時ぐらいかな。コピーライトが1998だからメタリカのアニマルズだと思います。メタリカじゃない、マリリン・マンソンに自信2期ですもんね、うん、98だってこの1ってこれメタリカにアニマルズの時こうなってなかったっけ。 5と、はい、でね俺これもっと評価されるべきだと思うね、はい、かっこよくない、なんかメギ星人みたいで。そこはマンソン本人の顔ドンとかよりはこっちの方が来やすいのかなって思います。ネギください、ネギ知らんの、え、ガンツやクダチーくだくだかわちい、え、なんかあの玉みたいなの出てくるやつ、ね、そうだからガンツ見たことないです。アニメって言うんだもんお前は。まあということで、はい、非常にちょっとあの一部彼が放送禁止用語言ったんで、あのつながりがおかしくなってますけども、はい、はい、でもこれ言ってない本当いいと思うの俺。いいですよ。 L やけどタルテックスやから大きいの、はい、水彩画っぽくて、そう大きすぎない感じで魚拓 T です。魚拓、はい、はい、これねパッとこれ見てくださいよ、パッと見てこれでおって思った方はちょっと上級者かもね。おって思えないから思ったことない、分かんない、どういうこと、なんでよ。これ前俺話したやんか、これ結構すられてるやろ、まあまあ、デルタが多いやん。あ、新しいのが多いってことですね。これ多分最初期なんじゃないかな、ヘインズの。古いですよ、うん、80年代末期から結構前のやつで、はい、シングルです。違いの分かる方なんかな、気のせいかな、ちょっと文字細かった気すんねんな、デルタのやつ。へえ。この太かったっけ、ごめんなさい、もうかすかな記憶なんであれなんですけど、この太かったかな、後ろの文字。いや、細かった気すんな。意外といい体してますよね、ジョン。うん、そうですね、確かに。それもずっとヨーコとベッドに呼びますから、アクロバティックな。ダメなことばっかしてた時代ですよ。はい。ウッドストック。はい。何年だこれ？94です。エアロスミス、アリス・イン・チェーンも知ってるやつだけ言うよ、オールマンブラザーズバンド結構知ってんな、ブラインドメロン、ジョニー・キャッシュ、ニューグリフ、ジョーコか、知らんな、サイブス・ヒル、ボブ・ディラン、グリーンデー、メタリカ、グリーンデー出てるんですね、ナインチ・ネイルズ、おお、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、すごい、ローリンズ・バンド、サンタナ・スピン・ドクターズ、25周年ですわ。じゃあ最初は69年だ。そうだよ、ウッドストック64、はい、ウッドストックやったっけ、なんすかフェスで、あ、ローリングストーンズか、なんすか、なんかもうセキュリティのヘルズエンジェルスと喧嘩なって、あ、死んだやつですか、亡くなっちゃったやつ、もうカオスなフェスやったやつ。それ話には聞いたことあります。あのフェスの時にさ、フェス中にさ 2,3 人さ出産してるらしい。ウィキ見て、さすがすごない、行かれてるっすね。ってことはもう臨月でストーンズ見てるんで、はい、すごいすごい、行かれてる。アメリカのああいうフェスの影響とか見て日本と違いますね。すごいすごい。次僕これね、マジ売りたくないんですよ。宇宙戦争です。トム・クルーズ見た、これも映画見たことあります。すっごい、もうオチ言いましょうか、言っていいですよ。バーンってくるね、バーンってくる。宇宙人が、ああなるほど、宇宙船が。、はい、でもちょっとどの国か忘れたけど、なんかリアルな感じです。当然トム・クルーズはアメリカですよ、うん、で、あの普通のお父さんなんです、はい、だからトム・クルーズヒーローでもなんでもないの。うん、で、あのクレーンかな、なんかの作業されてる方で、シングルファーザーかなんか、まあ、ちょっと奥さん揉めててみたいなところで、子供らをこうわーっとこう宇宙からバーッと助けるんですけど、フォースなんかもう中国が一体倒したらしいぞみたいな、ドイツ陥落みたいなっていう、ゾクゾクっとするから、 USA みたいな感じになるんですけど、それがオチなんですか。オチがね、もう結局無理になる、勝てない、勝てんってなって、バーンと降りてきて、シュパーって開いて宇宙に出てくるんですよ。
シュワシュワシュワッと噴射してて、要は地球のそういうこう天然資源とかが欲しくて来たんだが、地面に埋めてたんだ、なんかボーッと出てきたりするんだけど、体質的に合わなかったって宇宙人対策してるから。トム何もしないんですよ。なるほどっすね、うん、見てただけで、なんか逃げて頑張ったっていうこうヒューマントラマ的な。なるほどっす。でね、はい、倒すタイプじゃないんだね、まあ、結構だから賛否両論ある映画なんだ、僕結構好きなんですけど、バックプリントがいいわけですね、これ。ヒッターチインスパイアーズネクストですよ、うん、もう倒産しそうですけど、ヒッターチなんか倒産しそう、なんか良くないって聞きました。ヒッターチが宇宙戦争じゃないですよ、ね、ヒッターチ合ってたかな、その多分かも、多分でもそうかも、なんかヒッターチがよく出てきてた、はい、なんか感じて、はい、で、ジョーカーが1枚と、あ、2枚いっぺんに行きましょう、神田これ初入荷です、初めて見た、結構珍しい、見た、ジョーカー一番新しいやつは見てます。え、ああ、ジョーカーね、はい、ダークナイトじゃなくて、あれってジョーカーだったんでしたっけ、ジョーカー、あ、それは見た、彼がなんであなたかっていう、あ、そうそうそう、そうそう、それは見た、彼亡くなっちゃったね、俳優さん、あ、そうなの、ヒスロジャーはなかった、そう、全然このアメコミ系触れてこなかった、これだから君のトゥーフェイスなんかいいんだよ、一緒の人なんですか、違いますよ。何を言ってるんですか。はい、はい、だからバットマンね、正義がないと悪もないだろう、ね、表裏一体だぜっていう中で、この映画の見どころっていうのはね、このバットマンのね、はい、好きな女をね、なんかちょっとスマートな男が撮るわけですよ、はい、別枠でね、はい、で言うたらこのバットマンにジョーカーが2人とも拉致ったと、ほう、男と女を、ほう、でどっちかしか助けに行けない、もう時間がないの、はい、でパーンって行けって言ったら男の方を助けちゃうのよ、がっつりめにお兄さん亡くなっちゃうの、うん、でその時にすっごいこう爽やかな、何だかな、政治家かなんかやったかな、ええけど小泉進次郎が僕ね、ああそんな感じ、そんな感じ、はい、顔半分大やけどして、はい、ここも亡くなっちゃって、でもブチ切れて次こうバットマンをお前が悪いってなって、トゥーフェイスっていうのがあるんですよ、なるほど、こっちから見たら普通、あ、はいはい、こっちはもうやけどしちゃってみたいなっていう、もうだから人体模型みたいになってことですね、でも善も悪も結局はもう揺らいでるよねみたいなっていう、見てないの、全然見てないし、結構なんか飲みながらふわっとね、家ですよ、へえ、船とかでもね、うん、脱線してますけど、はい、犯罪者ばっかり乗った囚人の船と、はい、一般客が乗った船があるわけですよ、どっちにも起爆スイッチが置いてあって、あー、はいはい、相手の方を押したらお前助けたるわ、意外と囚人押さない、それなんか、はい、長くなりました。ということで、長くない、こっちが 2XL、 メズラーのサイズです、こっちがまあ LXL って感じかな、はい、お願いします、もう2枚ペイティティ、しゃべりすぎた、はい、まあ、響きティです、はい、はい、僕たちいつも響きにこうされてます、いや、本当そうです、もう本当声、どういうです、すいません、すいません、響きさん、はい、こっち、これ何か知ってる、ハバナイセって書いてますよ、ここ何なんですか、これプロレスです、ああ、そういうことなんだ、だから怪我してる、俺プロレス T の中で一番いいと思うもん、これ、まあそうっすね、プロレス T 基本的になんかね、結構出したでこれ、うんうん、これいいですね、バックのこの文字の感じもいいし、はい、まあこれはもうもうあの仕入れ値が最近もう去年の売り値ぐらいになってきてます、あ、はい、ラストも2枚いっぺんいっていいですか、どうぞ、かわいいクッキーモンスター、ちょっと僕っぽいでしょこのチョイス、これ好きっすよ、表記がねフルーツの M なんですけど比較的大きめなんで、着丈も短めで、いや L やんってされたんです、これすごい好き、アンディ・ウォーホル、フー、そうっすね、フー、ジミヘンソンプロダクションズリンク、これかわいい、どれに、どれに高いのよ結構、まあ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 、うん、これでもう一個古いのとかもあるんですか、このデザインではなかった、デスローレコーズの後付けタグのやつは何2000入ってからですけど、この配色に関してはこれしかなかったはずです、はい、ということで15着でございます、すいません映画話で脱線しすぎた割に内容もなかったんですけども、ヒゲもちょっと映画見てください、いや僕そこら辺のなんか映画あんまり、一番好きな映画は出てこないな、すぐに、うん、
仁義なき戦い。はい、なんて話が広がらない。ということで最後までご視聴ありがとうございました。明日お昼1時から皆様のご来店心よりお待ち申し上げております、はい、それではバイバイ、バイバイ。